皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回は最近気になって買ったコスメを紹介していきたいと思います。使ってるものもあればまだ使ってないものもあるので紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目はこちらになります。こちらの資生堂シンクロスキンティンリットジェルクリームっていうものなんですけれども、こちらベリーライトという明るいカラーになります。こちらはファンデーションなんですけれども SPF30 入ってるので一応日焼け止め効果もあります。はい、出してみるとこんな感じなんですけれども、すごくね鼻なじみが良くてすごく伸ばしやすい柔らかいテクスチャーになっています。こちら良かったので今後使っていきたいと思います。はい、で同じ日に買ったんですけれどもこちらです。こちらは資生堂シアアイゾンコレクターファンデーション部分用の101番になります。こちら筆になってる感じでこう塗る感じなんですけど、部分用なのでこうちょ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 って塗って使うみたいな感じなんですけれども、持ち運びもねしやすい感じだし、試して書いてもらった時に良かったので買いました。一番明るい色だと思うんですけれども、こうくるくるくるってひねって必要な分だけ出すっていう感じのものは初めてだったんですけど、すごくこちら使いやすかったのでこちらも今後使っていきたいなと思いました。はい、次にこちらになります。こちらはペリペラエアリーインククッションのこちらアイボリーのカラーで SPF50 すごいですよね。でファンデーションなんですけれども、クッションファンデになります。中がこんな感じですっごい可愛くて、このデザインもすごく可愛くて、こんな感じでこうカラースプレーが入ったみたいな感じなんですけど、動画で紹介してなかったかなと思います。クッションファンデなのでこんな感じになってるんですけど、私は明るい方を買いました。こちらね初めて使うんですけれども、ちょっとね使ってみたいと思います。一発目で初めて使うので結構つくんですけど、こんな感じですね。肌にのせてみたいと思います。わかりにくいかな、こんな感じです。わかりにくいですね。どうだろう、なんか結構私の肌よりは色が濃いので、こうなんかコンシーラーとかとしても使えるかもしれないって感じですね。こう気になる部分にこう乗せていくのがいいかなと思います。まあでもこの色だったらでも結構明るい方なのかなと思うんですけれども、こことここの差が激しい感じになっちゃったんですけど、ノーズシャドウとかでこうここに入れて鼻のここら辺とかをね暗くしたりして入れるのにはこういうのもいいかなと思います。でこちらね、まあ使ってないので汗に強いとかそういうのはまだわからないんですけど、ちょっと今後使ってみたいなと思います。ちょっとこれ可愛すぎてパケ買いコスメとしてもね今結構有名なので、もう私もパケ買いで買っちゃったんですけれども、ペリペラのコスメすごく好きなのでこちらをちょっとしばらく使って、よかったらまたインスタとかに書こうかなって思います。でもすごい可愛いし1500円なので、よかったらぜひ皆さんも買ってみてください。最後にこちらになります。こちらは680円のすごいプチプラのコスメでセザンヌの UV クリアフェイスパウダーのピーチだっていうのかな、セザンヌのコスメは初めて買ったと思うんですけど、こちらねパープルのカラーになります。これどれだけんだろう。はい、こんな感じのねすごくもうザ紫って感じなんですけれども、ちょっとこっち側にね塗ってみます。あ、でもなんかあキラキラ入ってんのかな、なんかキラキラしてる感じがしますね。カラーはこんな感じなんですけど、肌にすごく馴染むし透明感が出ていいなって思いました。はい、というわけで今回は気になったコスメを4点紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。とね、ライトの関係で分かりにくい部分があって動画では伝わらない部分もたくさんあったかなとは思うんですけれども、気になるものがあったらぜひ皆さんも買ってみてください。資生堂の2点はすごく最近ずっと使ってておすすめなんですけど、もう2つはねもうちょっと使ってまたいいなって思ったら今後ねメイク動画とかでも出てくるかなって思います。また透明感のあるねメイクのやり方とかもね動画で出していけたらいいなって思っているので、よかったらぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お待ちしております。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。